はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では続きをやっていきたいと思います。次は第12話ですね。そのまま進んでいきましょう。日本ヌーベルトキオシティ、ヌーベルトキオシティっていう読み方でいいんだよね。なでしこ B ブリッジ。おお、ミスマルパパ。勇者特急隊とかってさ、一応さ、軍備みたいな力を持ってるけど、いいの？ちゃんと許可得てんのかね？アローズの台頭。え、ってことはさ、ここ、刹那の世界？非合法な施設武装組織であっても大丈夫なのか。そこら辺は目をつぶるってことだね。アキトの料理ってどんくらいうまいんだろう。まあ、確かに食ってみたい感じはするよな。タツさんの家。お願い。まあ千歳ちゃん確かにね、今まであんま活躍した形跡がないからね。いなくても変わんないでしょ。申し訳ないけど。働き口ってさ、なんだっけ、あそこマイトのところで絶対雇ってくれるでしょ。なんか技術部とかで。なでしこ B ブリッジ。彼らって、あー、ソレスタルビーイングね。やはりここは刹那と同じ世界か。ってことは刹那とティエリアは戻ってきたってこと。映画ソレスタルビーイング。見たんだ。
か刹那からは特にそこら辺の話は聞いてないんだ。あんまり話す前になんか戦闘とかになっちゃったからね。コーディネーターとナチュラルも同じ世界か。うちの世界も大変だね。イノベーター、あ、ガイゾックか。ガイゾックもここなんだ。ヌーベルトキオシティ、宝石店。パクられたか。怪しすぎだぞこいつ。何なんだ。オードリーこいつもオードリーなの。
怪盗ピンクキャット。余裕だね。第12話、混沌を破壊するもの。スポンサー。接近する部隊。別部隊か。ホイコーローってなんだそりゃ。アジアマフィア。ホイコーロまあ死の証人ってやつだね。神社奴らに負ける気がしないんだけど。あれを見るんだ。またお前か。いや、足くじいたらさ、めっちゃ痛いっしょ。
そんなに集中砲火浴びそうな位置にいないけどね。ハーリー君には一つ頼みたいことがある。とりあえず敵を全滅させればいいと思う。だってこっちはすぐ合流できるっしょもう。まあエステバリスは前に出していいかな。移動後に攻撃してこないね。そんな射程短いのこいつら。じゃあまずはグラビティブラストぶっぱなす。ヒットポイントは結構高いねみんな。敵部隊に対して攻撃を仕掛けます。重いかね。データリンク開始。解析結果表示。いけますよ艦長。グラビティブラストの発射を。女同士の戦い負けたくはない。猫の爪の鋭さを教えてやろう。クロエスペシャルダイヤモンドアタック。皆さん気にしなくていいようです。すげえとこから出てきたな。基本的に気力はみんないいね。高くて撃つだけ撃たせてもらいましょうか。試験範囲はどこまであるんだ。え、修理。こいつあれだ、こっちだ。エステバリスは受けてみるがいい。おとといしやがれ。主人公はもう前線に出して大丈夫でしょう。減らせるやつを減らしていくか。俺も悪党退治といくぜ。ここまでダメージを受けると。カトリーヌ様考案の必殺技、受けてみるがいい。こんなんでフィールドが抜けるかよ。こいつも前に出すか。身勝手な理由で平和を乱す者。俺たち勇者特急隊が相手だ。マイティスライサーだ。マイティスライサー。これがスーパーロボットのパワーか。くらえ、スペシャルダイヤモンドアタック。この鉄球ダイヤモンドでできてんの。そういうわけじゃない。俺の取りから神妙にお縄につくんだな。で、こいつらは直営につけよう。まあちょっとでも回復させて経験値を稼ぐ。さすがに戦艦はでかいからか。こいつは移動後の攻撃がないよね。隣接されても攻撃してこないってことは。
あれこいつあれじゃん、ビトン様じゃないの。すげえ特殊スキルをいっぱい持ってんな。アクアモジュール、スペシャルダイヤモンドアタック、これ1個しかないんだまああいつは適当に倒すか。ハリー君頼みます。僕だってやるときはやります。グラビティブラスト発射準備。スタンバイ OK ですよ艦長。ハリー君今です。非常に強い。カトリーヌ様考案の必殺技受けてみるがいい。少し揺れましたね。まその程度ですよ艦長。どんどん進んでいこう。いやーやっぱりヒット&アウェイがあるとめっちゃ役立つな。じゃあ劣化でここまでいけるか。カトリーヌ様をまず狙うか。永遠の29歳ってどうなの。要は30になりたくないってこと。ミサイルは任せるぞ。ナイン喉元に食らいつく。足を尻はなしだ。とどめだ。申し訳ございません。二人のいな二度と生意気な真似ができないようにしてあげるわ。オードリー、スペシャルダイヤモンドアタックよ。かしこまりました。発射します。さっきのはさっきの一歩しろ。俺の心にまでダメージだ。食らった。ってことは一応一文字が打てば。犯罪者を懲らしめるのも勇者特急隊の使命だ。ガイン、ドーリン剣で一気に片付けるぞ。了解。ドーリン剣。ドーリン剣。さて、一番直撃。どうせだったら十文字切りにした方がいいんじゃない。もう一発切れるし。勇者特急隊はレディの扱いがなってないわね。オードリー、かしこまりました。ダイヤモンドアタックよ。発射します。この攻撃に屈するわけにはいかない。結構食らうね。ディストーションアタックで決めるか。さっさとお縄に突き上がれこの犯罪者が。ボディがお留守なんだよ。ストーションフィールド全開。よっしゃあたくしの美貌だ。アクアモジュール、なんか覚えた。もっとお金をかけて改造してくんのかな。10段階改造とか。一応回復させよう。修理で。で、こっちの雑魚はサブロッタに任せましょう。これからが大変だね。
接近戦は苦手じゃないぞ。思い出すね、ケーキガンフレアだ。このまま帰って、アトリーヌ様の闇が闇を言ってくるんだ。そういうの嫌だよね、本当に。こいつ敵だったよね、確か。一気に何体倒した？5体くらい倒したよね。そう、スカルハートいたよね。大変だね、片道切符っていうのは。で、あ、敵のターンか。強化パーツとかそのままつけっぱなしだったからね。グラストじゃあ、グラビティブラストって3000無効だっけ、3000軽減だっけ。これは無効っぽいな。無効だったら貫通すれば全ダメージが入るからね。強っ。なんでこんな強いの。ただだいぶ削られるの、削られるね。火星ドンってくれた。じゃあ普通に進めていくか。何つけてたっけ。そう、
補助 EOS 高性能レーダー。いきなりトランザムも使えるね。トランザム使うまでもねえし、ビームガンでバリア貫通できなかったりして。過去に囚われたお前たちとは未来を生み出せやしない。おお貫通できなかった。審判者を気取るつもりか。分かる。ラファエル何つけてたっけ。メガブースターか。機動力が鈍いからね。でこれはハルト、でこれがサバーニャ。みんな機動力5しかない。あー5しかないね。じゃあグラビティブラッドで攻撃できるやつを攻撃していこう。敵無人機の行動パターンはすでに把握しています。グラビティブラストで相当します。解析結果表示。いけますよ艦長。ハリ君今です。これ何の機械超格好悪いんだけど。本当はこいつで回復したかったけど、まあいいや、後ろから行こう。角度変えらんないんだよね。なんかもうちょっと上から見下ろしたいんだけど。超 AI が AI に負けるわけにはいかない。これで決めるぞガイ。了解だファイト。ドーリンケン。ドーリンケン。いつの世も悪の境だ試しはない。あとはエステバリスでとりあえず前に出よう。こいつはエステバリスはね、毎回エネルギー回復するんだよ。ディストーションフィールド展開。よっしゃー。さて、サポートの前に出すか。昔取ったキネ塚ってやつでね、接近戦は苦手じゃないぜ。思い出すね。ギガンフレアだ。こいつらさ攻撃超強くね。なんで特になんかあるわけじゃないけどな。進行前に出そう。さすがに貫けるでしょ。やだ。俺はまだ戦うんだ。子供みたいなことを言ってんだあいつは。でなんかここら辺の雑魚敵は、あこいつ雑魚じゃない、ホイコーローだった。まあいいや。大丈夫かな。まあ大丈夫だよね。平和を乱す犯罪者は私が相手をする。ジェネレーター出力全開。やってみせる相棒ギムレット。マイト界のお供のくせによくも。
デサラリ軍団が組んでるといいね。調子に乗るのここまでだ。ウェイトール。うん、このやつがだけで倒せんな。道輪剣。これでも合流したらめちゃくちゃ戦力増えるよね。資金は4,030円。タックポイント、タックポイントに集中してもよかったかもね。防御と回避か。プトレマイオス2回格納庫。おお、お前らもこっちにいたのか。金ケドゥとかいないんだ。
そうだよ、ニュータイプだよ。トビアはニュータイプだよ。貝のように口をつぐむことって言ってたね、そういえば。こいつはニュータイプじゃない。ベルナデットもあっちか。火星の後継者、本拠地、作戦指令室。あ、そうか、ボーナスシナリオもできるようになったか。ファクトリー。あ、そりゃねえ。ポイント100。どちら様でって、それはな、そうなるよね。おすすめ品は特にいらないから、タックポイントどうするかだよな。とりあえずまだ勇気はいらないか。この取っておこう。で改造で、ここは大丈夫だよな。サバーニャとかどうすっかな。とりあえずエネルギーと照準値鍛えてみよう。で、ハルートも鍛えておこう。で、ラファエル鍛えて、プトレマイオスも鍛えておこう。こいつらは、いいや。あとは武器か。1万2000円かかるんだ。フランタを少し。
鍛えておくか。2段階、3段階かな。あとやっぱりなでしこだな。なでしこは普通に強いからエネルギー鍛えよう。で、走行値を上げて武器を3段階と。 OK、 あとの金は取っておこう。強化パーツ、アクアモジュールか、火星丼と、こんなものかな。というところで、じゃあ第12話、混沌を破壊するものはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。